カリフォルニアネコザメヘターダンテズ・フランチ氏は、ネコザメ族に属するサメの一種。カリフォルニア州からカリフォルニア湾の沿岸に固有である。生態は浅い岩場や藻場、幼体はそれより深い砂地を好む。体は小さく、通常は1メートル程度。頭部は短く目上竜気を持ち、2機の背びれの前には頑丈な棘を持つ。体色は褐色から灰色で、多数の 小さな黒点が散らばる。動きは遅く、単独性、夜行性。球止状の丈夫な葉を持ち、比較的狭い縄張りを泳ぎ回って、軟体動物、極秘動物、甲殻類を捕食する。幼体は、多毛類や、イソギンチャクを好む。餌は口を使って吸い出すことで捕らえる。卵性で、年間最大24個の卵を産む。産卵後のメスは卵を、 岩の間に押し込んで捕食者から守る。人には無害で飼育もしやすい。米国では漁業や釣りの標的とはならないが、メキシコでは食用とされる。IUCN は保全状況について情報不足としている。1855年のプロシーディングス・オブ・ザ・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシズ・オブ・フィラデルフィアにおいて、フランスの生物学者、シャルル・フレデリック・ジラールにより、 セストラスヨン・フランチ氏の名で記載された。その後本種はジャイラプラー・ラダス族に移されたが、最終的にはこの族はヘター・ダンテズ族のシノニムとされた。種商名・フランチ氏はサンフランシスコに由来するが、実際はサンフランシスコには分布していない。タイプ標本はモントレーワンから得られたものだが、現在は失われている。学名は誤って、 ヘターダンテズカリホルニクスとされることもある。頭部の形態が特徴的で、明瞭な目上竜気を持つ。他のネコザメ類同様、短く幅広い頭部と鈍い紛、明瞭な目上竜気を持つ。目上竜気は比較的低く、後端は急激に落ち込む。竜気の間は深くへこむ。目は窓科膜をかき、後方には小さな噴水孔がある。 鼻孔は口に達する。長い微弁で前鼻孔と後鼻孔に分けられる。前鼻孔は溝に囲まれ、後鼻孔周辺の溝は口へとつながる。口は小さく、こう描き、明瞭な唇しびらを持つ。歯列は、上あごで1926、下あごで1829。あご前方の歯は小さく、一本の先頭と一体の小先頭を持つ。あご後方の歯は大きくて、前後に伸び。 急死鳥になる。体は円筒型で、多少鎌型で、高い2機の背びれを持つ。背びれの前には太いトゲがある。このトゲは岩と接触することで摩耗するため、藻場の個体より、岩礁に生息する個体の方が短い。第一背びれは胸びれの規定の上から、第二背びれは腹気後端の少し前方から起士する。尾ひれ下たは短い。乗用は長くて広く。 先端に強い血黒がある。川場は小さく滑らかで、生態の背面では200個、平方センチメートルの密度である。背面は濃淡のある灰色から褐色で、多数の小さな黒点がある。黒点は大型個体では消失することがある。覆面は黄色みがかる。目の下には黒い模様がある。最大で1.2メートルになるが、 通常は1メートルを超えない。生態と異なり、幼体は平坦な砂地を好む。東、太平洋の大陸方に生息し、カリフォルニア州のモンテレー湾から、バハカリフォルニア・カリフォルニア湾に分布する。稀に断水海が流入した場合、サンフランシスコ湾まで北上することもある。エクアドルとペルーからも非公式の記録があるが、 これは別種をご同定したものと考えられる。ほとんどの時期は、震度2から11メートルにいるが、冬には、震度30メートルまで下る。最新で、水深200メートルの洞窟から発見されている。35から48センチメートル程度の様体は、震度40から150メートルの垂直の岩棚に近い砂地を好み、トビエのマイリオバティスカラフォニカが掘削した穴を、 隠れ家や設置場所としてよく用いる。成熟すると浅瀬に移動し、入り組んだ岩礁やモ場を好むようになる。訂生性,性が強く、海底から2メートル以上離れることは、ほとんどない。アメリカナヌカザメは同様の環境に生息し、共に比較的豊富な種であるが、本種が水温摂氏20度以上の海域に生息するのに、対し、アメリカナヌカザメは、より寒冷な海に生息する。 サンタカタリナ島では20年以上続く水温上昇傾向によって本種の個体数が増えアメリカナヌカザメが減少しているより水温の低いチャンネル諸島ではアメリカナヌカザメより稀である日中は休息し夜間に活動する泳ぎはあまりうまくなくよく稼働する肉質の胸びれで海底に沿って移動することを好む小さな群れを作ることはあるが 通常は単独性である。日中は洞窟、岩の隙間、海藻の間で休息するが、比較的警戒心が強く、刺激されるとすぐに泳ぎ去る。夕暮れの後は難症を活発に泳ぎ回って、餌を探す。行動域は1000平方メートル程度の狭い範囲で、10年以上行動範囲が変化しないこともある。休息場所は毎日同じで、 行動範囲の端に位置している。記録されている最大の移動距離は 16km である。多くの魚と異なり、本州の行動パターンは体内時計ではなく外部の環境要因によって制御されている。飼育下での観察では、照明を消すとすぐに活動を始め、照明をつけるとすぐに動かなくなるという高強度と強く関連した行動を示した。ある実験において、 照明を消したままにしたところ、その個体は11日間活動を続けた後、おそらく疲労によって動きが遅くなった。自然下でも夜間に強い光を当てられた場合には、すぐに動きを止めて、そこに沈むと推定される。大型魚や北蔵アザラシに生体、幼体、卵ともに捕食される。さらに、サンタカタリナ島で白頭ワシに捕食された例や、 大型の巻貝が卵に穴を開けて卵黄を捕食する例が知られている。硬い皮膚や棘は防御として機能しており、妖体を捕食したカリフォルニアカスザメがその棘のために吐き戻す姿が撮影されている。寄生虫として、常虫のアッコアンソバトリアムボジェンシス、アッコアンソバトリアムプユティシテンス、貝芦類のトレビウスヘテロドンチア、エサノウニア、 ホタテ類を中間宿主とする船中のイクアイナセファラス、スーダウンセンタスなどが知られている。ウニを好む。生態の餌の95%は、二枚貝、巻貝などの殻を持つ、軟体動物、ウニなどの極秘動物、カニ、エビ、当脚類などの甲殻類である。これらの殻を割るために、工合力はかなり強く、調べられた中では、 アブラツノザメ、カマストガリザメなどの同サイズのサメの中で最強である。ある研究では、野生下での工合力は平均で 95N、最大で 135N、実験的には最大で 200N 以上に達した。大型個体は主にウニを食べ、この色素によってハヤヒレのトゲが紫色に染まる。生態の他の餌としては、ユムシ類、ヒトデ、トウソク類、小さな甲骨魚などもある。 幼体は主に多毛類、イソギンチャク小さな2枚以外を食べ、イソギンチャクが収縮する前に、触手だけを千切り取ることも知られている。カリフォルニア南部では、季節的に大量発生する生物を食物と、夏には、特にスズメ大族のクローミスプンクティピニス等の中高性の魚類が豊富になり、夜間にはこれを容易に捕獲することができる。冬には、集団繁殖後に、 数万匹単位で死んだカリフォルニアヤリーカを漁る姿が見られる。主に嗅覚に頼って狩りを行う。ロレンチーニ期間は148個程度で2000個以上持つ通常のサメよりはるかに少ない。だが、この期間による電気感覚も獲物の発見にある程度役立っている。歯は他のサメ同様定期的に抜け替わり、古い歯は4週間程度で新しい歯に置換される。 唇の軟骨が特殊化しており、口腔を環状に広げることによる吸い込みによって獲物を捕食する。一旦獲物を口内に吸い込むと、前方の鋭い歯で固定し、後方の休止状の歯で押し潰す。血局性や付着性の獲物に対しては、口で獲物を加えた後、胸びれで体を支えて尾を振り上げ、逆立ちのような姿勢をとる。この後、胸びれをてこの視点のように用いて、 を押し下げることで頭部に上向きの力を加えて獲物を引きずり出す。このような捕食方法は他のサメでは確認されていない。また、上顎を瞬間的に頭部の15%ほどの長さを突き出すことができ、これをタガネのように用いることで固く張り付いた獲物を剥がすこともある。卵は螺旋状のヒ膚を持ち岩の隙間に固定される。 交尾は12から1月におそらく繁殖サイクルの一部として行われる。オスはメスの関心を引くために追いかける。交尾の準備ができるとそこに降り、オスはメスの胸びれに噛みついて、片方のクラスパーをメスの相配泄口に挿入する。30、40分の交尾の後、メスは砂に頭部を押し付け、平行間隔を失ったように30分、程度回転し続ける。二から四月に、 メスは一度に2個ずつ11から14日おきに最大で24個の卵を振動2から13メートルに産みつける。卵小は螺旋状に地帯の薄いヒダを持つため産卵には数時間かかることがある。産卵直後の卵小は柔らかく泡化しだが数日で硬化して黒くなる。膝を含めないと卵小は 長さ10から1 2トル幅3から4センチメートルチャンネル諸島の個体は、カリフォルニア本土の個体より、卵の長さが長く、別の個体群だと推測されている。メスは、海底から卵を口で拾い上げ、岩の隙間に押し込む。だが、飼育下では、卵はそこに置かれるだけで、その後で親に捕食されてしまうこともある。卵は60ヶ月で孵化し、 出生時は15から17センチメートル。出生後すぐは体内の卵黄脳から栄養を得ており、1ヶ月ほどは餌を探す行動を行わないが、餌が容易に利用できる場合はこの期間でも食べることはできる。成長は遅い。成長率が一定しないため、成長プロセスを調べるのはかなり難しい。 オスは56から6 1ンチメートル、メスは最低で5 8トルで、生成熟する。飼育下での寿命は12年以上で、非公式の記録では25年というものもある。人には無害である。通常は人に無害で、海中でも容易に近づくことができる。だが、刺激されると噛みつくことがあり、一部の攻撃的な、 答えは接触したダイバーを追い回して噛みついた例がある。背びれのトゲが鋭いため注意して扱う必要がある。飼育環境にはよく適応し、米国内の多くの水族館で飼育される。カリフォルニアでは漁業的価値はない。罠、トロール量や遊漁者によって混濁されることはあるが、頑強であるため、捕獲後に海に返されても生き延びる。 カリフォルニア州の沿岸での漁具規制でも利益を受けている。現在、カリフォルニアでは年間およそ1 8 0 0ラムが混格されるが、かつての混格量には1976年の2 5キログラムから1979年の9 5 0 0ラムまで幅があった。背び入れの棘を記念品とすることを目的として、ダイバーに殺されることがあり、 最もダイビングの盛んなカリフォルニア南部では個体数が減少している可能性がある。メキシコではエビの底引き網や底刺し網によって混濁され、食用や魚粉に加工されている。この刺し網量は保全において将来的な懸念事項となるかもしれない。IUCN は保全状況を情報不足としているが、米国の水域内ではおよそ軽度懸念に相当するようである。 日本での飼育は多くはないが、アクアワールド、大洗いなどで見ることができる。ありがとうございます。